はい、えー、今回は、えー、初段対一級の、えー、方の対局を見ていきたいと思いますはい。じゃあね、えー、とりあえず手合いは乗船でねはい込みなしで込みなしでの対局でしたはいはい、これはね別に普通で全然いいですよねはいうん。まあなだれ なだれっていうかねこちらから打つ形もあるんですけどねまあこれはまあまあいいでしょうね難しいのでねはいはいうん、はいうん、そうですねここまで全然問題ないですねはいそうですねこれがまあ うんまあそうですねここに打つと黒はまあここに打たれるとちょっとねこの手が甘くなってしまいますんでうんまあかかったりすれば普通でしたかはい、はいあここもいいとこですねはいうんそうですね なんですよね、うん、付け引きでね普通はねえー、まあこうやるとこですけどねこの手自体も大きいのではいまあただそうするとねやっぱりここを打たれてしまうとこうでもねはいまあこれ付け引きでね先手を取ってここに回ったのはなかなかいい打ち方でしたね。 まあ一応そうですねこれもまあ立派な手なんですけど一応ここにありますんでこうやってね、えー、広く構えておくのも良、えー、かったかなと思います字になると大きいですからね字になった時大きいのではいえー、まあこうこうやって消してきたらねこうなんかこう消し合いになってまあ自然とこちらの模様も消えますんで まあ白地もねこう入られてしまうんですけどまあそれは消し合いでねはいまあこれはこれであのー、黒も弱い石を作ったのではいまあ難しい戦いですね、うん、いやでも非常にうまく打たれてますはい両者はい、うん、でここがやっぱり大きいんですね うん、まあ肩もすごいはいまあい,いいところですけどね、はい、ここが一応打ちたいです。これだと飛びと変わるので、うん、まあこの手自体がね、えー、まあ15目以上あ,ある手ですから、はい、うん、まあこれとこ,うこれとこれ交換してたけどもいいですね、これとこうやって、うん、それからでもいいですかね。はいうん はい、うん、はい、まあ例えばですけどこうやって飛んでね少しでも早くこう外に出るっていうのもね有力です例えばこういう割り込み手が、ね、あって 嫌だとしてこうやって2目ねこう切り離されるのが嫌だと,となるとでもこれはね、えー、逆に黒がありがたくてこれ2目捨ててしまえばこちらがこうツがってしまいますんで、はい、こ,こういうのはね心配しなくていいので、はい、こうやって1とね飛ぶことができます。 はい、あ、でもねあのー、すごくお互いう,うまく打たれてますねこの手なんかもすごくいい手ですうんここをつながって今度こう打つとねこうやってこうやるとねここの模様が結構大きくなってきそうですからねうん、うん、そうですねここまで まあこれがねちょっとまあちょっとこの防止してもこの石が強いのでまあ例えばですけどこういうような感じでもねここのをまとめておくのもね良かったかなと思いますまあそれかちょっとここが薄くなったのでこう下がって守ったりね、はい、そういう手も立派な手でしたうん あそうです、ね、そう,そう白はここをいここがいいとこですねこれを逃さなかったのははいよかったですんで今度はですね、えー、こんなここを繋いでもこの石が生きてますんでちょっと怖いんですよね繋ぐとだからもうここは切り離されてもいいということでこうやってここの字をね大切にしたかったですこう切,切られても今度こちらねこうやって打つことができますので うん、これはこの手も働いてきてねこちらがすごく魅力的になってき,てき,きましたね、はい。こうやると何かそう何かこうね事件をそうそう起こして来られそうでね。うん、うん、そうですねここでまあ,あの黒はねこうやって裏切るぐらいでしたね。うん はい、それだと一応、えー、左辺が、ね、黒字になりましてたんではい、うん、まあ似たようなことにしましたけどね黒はねうんあこの手がもったいなかったですね、うん、まあ当たりも本当は打たないでまあ引きでもねこれでもいいのでこうやって渡っておくとあえー、安心でしたね これだと、えー、白がちょっと、何もやってなくて。はい。うん。ああ、ここね、ここ打っとくんでしたね。ここも、ここもすごい打ちたい気持ちはわかるんですけど、ここ打っときたかったですね。ああ、はいはい。うん。 ここ打ってさえいればね。この黒は、まあ、ここに石。きたので。はい、良かったですね。はい、ここを打っとくんでしたね、うん。うん。そうですね。両者ちょっと。ここにね。うん。 そそうそう,こ,うこれねきせ,そうそうせっかく取ったのがねつながってしまいましたとこれこんなもんだったですね、うん、一応これで、まあ、手抜いて取れてますんで、うん、ちょっとここがね残念でしたねうんはいこれもまあ下がりで打てばね字が得でしたから うん、ちょっとこの辺りでね見られてしまいました、うん、ああそうですねここが大変でしたねここさえ打っていれば、えー、黒がすごくあのうまく打たれていましたねうんすごくいい内容でね打たれてましたんでもったいなかったですねうんはいそうですねこの後、まあと最後まで打たれましてね白9目半 あ、注目ということですからはい、ここの損がなければね黒優,優勢でしたねはいいやでもえー、非常にね、いい内容ではいうん実はね、この両者はね、結構何回もえ5、ー、を見てるんですけどはい、今回が一番いい内容だったのかなと思いますね じゃあこんなところで、えー、この後は終わりにしたいと思います。はい。じゃあそれでは失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。